でしょう。爽やかかどうか分かりません。こちらです。10時のツボです。優しい言葉、はい、ソフトなコーナーが流れてます、はいね、まあ暑いんでね、はい、冷や汗出るようなコーナーで涼んでいただきたいな。これで進めるやろうかということ麻酔のコーナー、麻酔山の歌を聴きながら、はい、麻酔のコーナーでございます、はい、青ざめるよ、はい、人間は誰でもこう極限みたいな時ありますよね。麻酔打つ時っていうのは、はい、なんか人間のその人の危機の状況だと思うんですよ。怪我した時、病気した時とかそういう時ですもん ね、うん、そういう時って訪れるんで、そういう時の気持ちを大事にしたい、うんね、どんな風にそう思ったのかと、で日頃の健康をね、うん、ありがたいなと感謝したい、はい、いろんな気持ちをここのコーナーから受け取っていただきたいと思います。天杯ポンチンさんですがね、麻酔のコーナー、うん、先週金曜日に、これもちょっと前ですね、7月23日頃です、うんうん、先週金曜日に左目がゴロゴロして違和感を感じました。物もらいかなと思い抗菌の目薬を刺しました。次の日土曜日、まだゴロゴロしていたのでゴミでも入ったのかと思い、小学生の時プールで二股に分かれて水がシャワーになる蛇口を思い出して、シャワーで左目を洗いました。あ、要はありますね、プールのところに、ね、あるある、目洗う、二股にこう目洗うとこあった、はいはい、あった。日曜日まだゴロゴロしていたんで涙タイプの目薬を刺しました。月曜日まだゴロゴロしたので病院に行こうと思いました、うんうん、海の日なので休み、あら火曜日になって、こあのね、本当にね、あの、うん、医者行こういう時に連休だったり、そうそう、あとお盆だったり、あ、いか、き、午後休診館とかね、そう、ある時あるね、あるある、なんともあるわ。やっと行けると思ったら行けない、思い立った時にうわな休みか、うん、お盆休みなんかない方がいいのにって、あれほど楽しみにしていたお盆休みなのに勝手なことを思ってしまいます。具合が悪いとね、あ、この海の日で休み、はい、休み。火曜日になっておかしかったら病院に行こうと思ったら仕事が忙しかったから行けませんでした。そう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 、ホルミーだから火曜日行きたかったやね、なあね、海の日行きたかったね、月曜日、うん、水曜日まだゴロゴロ違和感があったので病院に行き、見てもらったら先生が黒目にガラス片が刺されてるねよく我慢したねと言われて、黒目にガラス片、手術しなければ治らないのかとビビっておりましたが、先生が麻酔を点眼しないと痛いからねと言って麻酔を点眼され、ピンセットでいとも簡単にピュッと取ってくれました。それはガラス片ではなく透明なプラスチック片でした。しばらく違和感があるけれども目薬を3日間刺せばいいから、もう来なくていいよと言われました。目にプラスチック片が刺さっていて、そのままめちゃくちゃな処置をしていた自分にゾッとしました。運よく簡単な処置で治ったので、皆さんは違和感を感じたらすぐ病院に行くようにしてくださいね。こね、きっとあれですよね、目薬さすまちょっとこうゴシゴシしてみたりとかしたんじゃないですか、ね、プラスチック片が刺さった理由は、うん、木曜日にエアコンの修理をしていた時に刺さったみたいで、ちょうど1週間ずっと刺さったまんまな、なんか破片がピュって飛んだのかな、飛んできた、エアコンのなんかプラスチックパパカカンと叩いてパーンと割れて飛んだのが気づかなかった。うわー、ちょっと聞くと痛いね。でもあのこの人自身は、うん、あの違和感はあったけど、その麻酔をつけてね、うん、抜く瞬間は苦しんでないというのが救いだったんですが、うん、こんなもんで小高さん痛い痛いと言ってたら飽きませんよ。だって聞いてる方は痛いもん確かに こんなもん出てきたらこの人に失礼な言い方してしまいましたんですけど、目に刺さるんだよ。次の方のお便りです、うん、はい、元気100倍アンポンタンさんからいただいております。名前は軽いですがなかなか重いですよ。何、ね、だいぶ前ですけども、足の巻き爪がひどく運で真っ赤に腫れました。あ、爪のトラブル、はい、近所の町医者で巻いている爪を根元から切ることになりました。まずメスで腫れた部分を少し切ると海がピューと飛び出しました、うん、これは痛くありません。坪井さんもあるんですか、経験。巻き爪、うん、ない。それはない。ない。はい。はい、これは痛くあり。痛くない。次に先生が、ちょっと痛いよ。先生のそのちょっと痛いよって言われた時って、すっごい不安ですよね。はいはい。はいはい、ちょっと痛いよ。はい。と、言いながら、足の親指の一番先っぽに、ぶすり、思わずギャー
と叫んでしまいました。あとはバチンバチンと爪を切る音、ガリ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 と根元を削る振動、天井がぐる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 回って気絶しそうでした。お尻がムズムズする。今でもあの瞬間を思い出すと指がキューと縮みます。ちなみに切った爪、指の爪は根元がないので一部欠損したままですが、巻き爪の痛みからは無事解放されました。あ、よかったですね。ね、よかったですね。から今こっち束ねてあるのは例のアイロンで怪我した人の話の感想やなんかがありますね、はいはい、ラジバラ母さん、アイロンは33年ぐらい使用してます。独身の時初任給で買いました。これ前聞いた方分かりますね、うん、アイロン熱いので立てておいた、冷ましとく、冷ましておいて立てておいた、先が尖ったあのアイロンです、うんうん、でなんか床で滑って転んでアイロンのところにガーンと頭を打ちつけて V 字型に切れた、後頭部が切れてしまいましたいう話です、はい、昔の電化製品は丈夫で壊れないから結婚後も使用しています。ただ33年も前だから今みたいにエコで節電の電気製品じゃないから電気代がどれくらい違うか分かりませんが、ということで今のあの麻酔コーナーでアイロンが凶器になることを聞きまして、昔のは先が尖っているからアイロンが冷めるまで立てておくと危険というのが分かりましたという、うん、ちゃんと教訓にしていただきました、はい、ブドウやピンリンさんからもアイロンの話が出ておりました。昔のアイロンはコンセントを刺すと熱くなりますよね。私が幼い頃の話ですが、親のコンセントを刺す姿を見ていた私は親のいない間にコンセントを刺したらしく、子供って何でも親の真似しなんやろな、やってみようってパッとやって、でコンセントを刺したらしく床が真っ黒、アイロンの形に跡がつきました。危ない危ない。火事という大事になるところで大事になることでした、うん、今でも隠すために置かれたマットの下にはくっきりアイロンの形が残っておりますというこれも思い出としては痛い話です、はいこれはね、気をつけないといけません。はい、はい、そんなようなこともありまして、さあ続いてのお話でございますけども、おっかばあばさんからいただいております、うん、この間またラジオ祭りにも来ていただいて、ありがとうございます。私は小1の時、右腕の手首から肘の間を骨折。痛い。で、肘が外れ、肘から肩の間も骨折して、2箇所か。腕の前腕、上腕。うん、両方折れた。2箇所骨折して、肘の関節は脱臼。何をしてそうなった？何をしてそうなりましたか？全身麻酔で眠らされ、目が覚めた時には、右腕がギブスで固められまっすぐ上に吊るされた状態でした。麻酔で眠ってる間どんな処置をされたのか誰も教えてくれませんでしたが、麻酔されていなかったらどんな痛みを味わうことになっていたか今想像するだけでゾーッと、自分のことながらもう済んだことながらゾーッとしております。ねえ、だって全身麻酔って多分本当は部分麻酔でもいいのかもしれないけど、暴れちゃったりしたら大変だからいいのもあるのかもしれないしね。そういう方ですね、うん。それではこちらの方でございますけれども、はい、オーブの大八さんからいただいております、数年前に血尿が出たので、うん、病院に行った時の話ですけどね、うん、診察を受けてみるとなんと前立腺がんもしくは膀胱がんの疑いがありますと言われ、大変なことだ。検査をしました。その検査方法は分娩台と同じベッドに座らされ腰のあたりにカーテン、そして、看護師さんが私ののりおちゃんの先っちょから麻酔を入れてもみもみする。ああ、これは麻酔薬がいくようにもみもみもみ。すみません、その手やめてください。そうですか。はい、今手でもみもみしましたね。もみもみ。どうやってやったらいいんです。やらなくていい。やらなくていいです。はい、やらなくていいですか。はい。普通の麻酔を入れて普通の注射の時とかでもまあもみもみする時はあんな感じ。あれは腕とかですけどね、うん、あんな感じで僕が今やってあんた否定したのがもみもみの形じゃないやってみたけどこれ否定しながらどんな感じって言うからまた話が戻る、はい、ね、はい、入れてもみもみすぐに先生来ますからねと言われて、中途半端なのりおちゃんと先生を待っていると中途半端なのりおちゃんはどういうことか分かりませんが、そこに現れたのは、うん、なんとジョイさんです。嬉しそうな顔して言うね、坪井さん。はい。ジョイトゥーザワールドというぐらいですから、ジョイさんは嬉しいです。ねえ。ジョイさん、カーテンの向こうで、少し痛いですよ。またこんな言葉。また先生こんな言葉。少し痛いの？少し痛いですよ、と、ね、言われ、中途半端なノリをちゃんと、うん、痛いです。力を抜いて、で、お口を開けて迎え入れるようにね、という、先生がそう言った。お口を開いて迎え入れるようにね、と、
さすがに迎え入れられたことはあっても迎え入れる経験はないのです。ジョイさんらしい表現だったですね。別にジョイさんらしいじゃん。そんなジョイさんらしいって言わんといてください。本当、まあ、今話しましたよ、はい、中島浩二さんが胃カメラ飲むときに、はい、ね、うん、どうやって先生やったらいいでしょうって、まあ、女の人が男の人を受け入れるような気持ちで胃カメラ受け入れてください。わからんって言ってましたけど、わからんって言ってましたけど、この人もわからんって言ってた、俺男やからわからんっていうことで、ね、で検査で、まあ、経験ないと、まあ、検査の後で何を先っちょから入れたのか見せていただいたんです。さっきのもみもみちょっと痛いですよ、はい、何を入れたんやろ思ったんですか。長さ40センチぐらいの金属のパイプでした。だからそれで膀胱の方とかなんかずっとそっちまで尿道へなんか見るわけですよね。どのぐらいの太さなんだ、はい、検査の結果は何もなかったんだけれども、あ、よかったね、私には20センチぐらいのパイプで十分でしたって言ってわけだわから私はもう1メートルぐらいでやろうな、私の場合やったらね。サイズあるんですかね。私の場合ないかも。看護師さんに、うーん、 M ちょうだいとかそういうわけや、うーん、 S でいいかな、ね、XL を用意してください。 T シャツのサイズじゃないんですか。ありませんからね、はい、まあ、いろんなことでございました、はい。